お疲れチャンネルラットです。今日ですねこちらの高回転ハンターバルーンやっていきたいと思います。さあというわけで平均コスト 2.6 と超速くて結構昔に流行ったようなねデッキなんですけど、今これでねマルチ上位上がってる方がいました。でまあ今の環境はね結構アチャクイ頼りデッキがやっぱ多いので、もうアチャクイ1周目のバルーンにはね対応されても2周目ねマジで回転早いのでにアチャクイがね回らずにバルーンぶっ刺さるみたいなデッキです。まあとりあえず回転早いのでもう回転ご利用してね、はい、やっていきましょう。今2敗してるんですけど、ここからね4連で、はい、12勝したいと思います。さあミミさんよろしくお願いします。で施設とかがないから結構なんだろうホグとかの完封がやっぱ難しいかもしれないんですけど、雪玉と組み合わせるのが結構大事ですね。さあ、相手は今回ロイホグ来ましたね。まあここはハンターだけで抑えて、もうなんならカウンターでバルーンをつなげたいんですけど、あのバルーンがねえんだ、やべえ、なんでバルーンがねえんや。いやこれめちゃくちゃさエリアードっていうかゴアード言ったら取ってんですよ。なのになんもない。さあ、まあ、ここは一回後ろから行くか。でこれアチャクイ咲いたんでこれで終わるんですよね。最近マジであのアチャクイ頼りデッキ本当に増えたんでやばいんですよね。こっから相手だって3枚回さないといけないんですよ。よいしょ、アチャクイ使ってからよいしょ、3枚4枚ポテ、はい、マルチ上位でもこういうことがよくありますね。まあ相手のデッキは何か分かんないっていうのもあるんですけど、最初はマジでこれだって逆サイバルーン行けば、まあ、言ったら大砲とデリーファイスピしかないんで、まあディガーも組み合わせればある程度入るよねっていう。まあでも守ってもいいかな。でアチャクイの受け方はまあ、あのコウモリとか、ああそのファイスちょっと嫌ですね。コウモリとかあとは雪玉のね遅延効果も大事ですね。でこのなんかスケの枠が縦の戦士で使われてる方もありました。そうでまあ今の環境枯渇もですし、あの迫撃とかロイホグとか、まあ、ホグもだし、結構縦戦が入ってるデッキもね結構いるんですよ。まあ、縦戦も超万能ですからね、火力も高いし。そうだから、まあ、縦線でもいいんじゃないかなとは思います。ファイスピ来るかな。よいしょ。まあ、縦線だと、まあ、なんか防衛の安定感が増すのかな。どうなんだろう。まあ、回転でよりね、押したい人は、あの、こっちの方の方がいいかもしれないんですけど。よいしょ。さあ。まあ、ここは、圧着でね、守られちまいますが、まあ、結局ここ僕が守れば、突破されないので、あとは相手のこの、コウモリ。相手なんていうか僕のこのコウモリが相手は超きついので、まあコウモリこんな感じでね、低めで無双してあげれば、まあロイホグの入るダメージをね、ある程度はかけられますよと。で、今からカード回さないとアチャクイ相手手札に回んないので、よいしょ。さあまあここは、攻め行きをしない方が良かったかもしれないんですけど、まあまあダメージ受けるものの、僕のバルーンもね、あはぁ、もう一発いってほしかった。通ってくれそうではある。さああと770なので、まあ雪玉でねしっかり豚ね、はい、帰ってもらえば大丈夫かなというわけで、あの圧着引いた時にマジで逆サイバルーンポン飛ばせば基本的に終わります。でなんだろうな、まあタル雪とかもあるんで、まあ、相手のエレキとかにはタルババだったり、まあ、雪玉だか当てていけば、まあ、バルーンゴリゴリ入りますね。さあまあそんなわけでね、あの、ほんと序盤というかずっとディガーで削っとけばいいですね。最初はディガー削りデッキに見せかけて、まあそんなわけではないんですけどね。で、相手がアーチャクイね、冴えてくれたら、もうその瞬間ね、バルーンポーンでグッドゲームですね。さあ今回の相手は、あれ？もしかして同じ説もあるな。違うか。いや、ロイホグ咲きましたね。いや、これ、ゴリゴリ流行ってですからね。いや、これはもう、マジで。ロイホグクエイク。いいっすね。いや、これで、ね、いや、どうしようかな。相手に、圧着位使ってほしいんですよね。使ってくんねえかな。さ、使ってくんなそうだな、なかなか。圧着位使ってくれないけど、まあ、使ってくれなくても別に飛ばすのはね、全然いいですね。よいしょ。で、あとはデリバリーもあるんでね。これ行ってもいい気がするけどな。
こう相手絶対デリア落としたいんで、デリア着衣雪でどっかにやりたいけど、いやーこれは一発入りそうですね。ポテト、さあデリとファイスピーで大砲で釣るだけだと一発入るんですよね。そうそう、だから絶対圧着衣出さなきゃバルーン完封できないんですけど、いやーバルーンの一発マジでできるよな、やばいんですよね。うん、通りやすいし最近の環境ね。さあ来た、ちょっと俺のコウモリこれ無駄になるの嫌っすね結構。さあで左側これマジで今着衣絶対出せないから、まあ、バルーン単体でもいいっちゃいいけど、ちょっとあれだな、バッカーでも入れていいしな、なんかあれルート強制したかったな。うん、これディガーあるとねずっとディガーで削れるんでね、めっちゃいいんですけどね。さあ一旦守りましょうか。さあバルーンがバルーンが本当にっていうイカサマちゃんかっていうぐらい通ります。あのマジあっちゃ食いだけだ、だって雪玉打っても普通に熱いですね。うん、このあっちゃ食いのスキルが使われてる、結構火力が高くなってる時に、よいしょ、いや全然来ない。雪玉のね遅延効果がかぶせられると結構無効化できるんでね、圧着のスキルの時間。さあ雪で、まあ、ロイホグとかホグとかねこうやって守れますので、さあとはまたバルーンディガーするだけですよというわけで、なんか本当にズルじゃんっていうマジでもう無理なんです。圧着側がどれだけ上手くて もうバルーン止めれないですから、体育がないんで、なかったら無理ですから、今の環境的にすごい刺さってますねこれは。さあよろしくねと、まあ初っ端だからなバルーンで仕掛けたくもなるんですが、ラッキー勝利があるんでね、こうディガーで削っとくと相手がね対空裂いてくれるとか、まあねちょっとそのラッキーも狙いながら、さあコウモリ合わせて、まあどうしようかな。あーいやーめんどくさいですね。最近遅延スキラーとかもちょっと多いですけど、もしかしたらそれの可能性もある。え、遅延スキラーだったらちょっと嫌じゃねっていう話もしかして。あー違いそう。エレキも出てきたので、あのスキラフリーズかな、トルネアリの、うん、そっちな気がするな、まあ、インドさえいなければバルーンがすごい通りやすいんですけど、うん、いやー絶妙に暇ですね。もうこれアイウィズが多分、あてかエレギだったんで、ん、いやどうだろう、ちょっと待ってね、エレキベビーインドか、うん、よいしょ、さあ頑張れ頑張ってくれ。とりあえず受けがなかったので、まあ、ディガーも使って耐えましょうか。でエレキのベビーインドで、まあ言ったらまあベビードラってもう軽くないようなもんですから、今が、まあ、エレキのターンなんですよね。今ちょっと暑いですけどね、まあ、バルーンでも単品で行った時にそのトルネだけで金ギドされちゃうんで、あんま単品系では行きたくないよ。いやーこれちょっとまあいいや、ディーカーで削ってこいっしょ。ちょっとバルーンはねこうめちゃくちゃ飛ばす立ち回りもあれば、全然飛ばさないタイプの立ち回りもあります。まあここで飛ばすんですけどね、理由は特にないです。うん、だって勇気打てれれば、よいしょ、いやこのハンターよくねえかな、いやでもいい。さあそのボーラーはやってないですか、お相手さん。あこれ逆サイドの方がよかったかな。まあでもこれ終わるっすよね普通に、何もかも止まんないんじゃないか。エレキぴょん、おいおい
いや、なんかね、いや、めっちゃ攻め通るんですよ。なんでだ。回転が速いからか。よいしょ。これも勇気があるんでね。なんかやり放題ですよね。よいしょ。あー、でもいいフリーズ。で、ここで、僕はこれ、もしかしたら、スキャラ打たれて負ける。やばい。さあ、ディガーで削る。もしかしてやばい。あー、危ねー。さあ、トルネでね、座れなくてよかったですね。まあ、なんかちょっと怖かったですけど。まあまあまあ。なんかまあ、マザエクとかも、ほんとまあ、減ったし、コウモリ活躍するし、まあ、いたとしても、結局、HP 脆いですから、タル雪とかで処理できちゃうんですよね、もう。うん、ディガー雪玉とか。そう、だから、結構弱点が少ないんですよね。ハンター強いしね。うん。さあ、そんなわけで、来た。これもレッツゴーポンポンじゃない。マジで、対空、ハンターコウモリで地味に強いから、ゴリゴリって、もう一本折らして、この折れます。はい。審判です。あ、これラバクロだったらでもめんどくさいな。うん。で、これハンター、完封ってできなくなったんかな。いや、できます。おい、雪玉使わなくても、完封できちゃう。あ、これでだってもう終わっちゃったっすよ、多分。で、ここね、回転が早いので、ここで2周目回っちゃうんですよ。しかも、これを守るのはなかなかですよ。さあ、ディガーもちょっと組み合わせてあげて、しっかりね。いやー、この雪は、ギリ滑り込め！オーケー。さあ、ねじ込み？もう一発ワンチャン？ん、ポトン！あー、落ちてほしかった。さあ、ボコボコです。ハンターが強いな。あー、でもこれ、ザップ打たれたけど、まあこれぐらいならいいか。で、相手インドと、ベビだったね。うん、だから、まあ、今、バルーンすれば、ベビーしかいないんで終わるんですよ。で、コウモリは、まあ、追加したいけどね、ザップ使ったんで。でも、ベビーで来る場合は、あ、ここで、ラバーを溶かしちゃおう。ちょっとだけね。そう、これのコウモリで、だって、ラバーを約半分ぐらい削れたならね、悪くはないっすよね。で、これ守れないと思うじゃん。いや、守るんすよ。いや、これバルーン、反対雪玉でよかったか。あ、なんかちょっとダセーな、絶妙に。絶妙にダセーやんけ。やめてくれ。いや、守りたいよー。あー、ちょっとなんか、恥ずかしいな、なんか。さあ、さすがに勝ったんじゃないの、これ。どうなんだろうな。まあ、相手の体育がベビーインドだからな。もし、インドラいないターンの終わりだし。あとは、まあ、ハンター5周ぐらい。よく俺5周とか言うんすけど。まあ、無限に回してあげればいいっすよね。ハンター無限に貯めてあげてね。で、ここちょっとインドラのターゲットね、取ってあげよう。で、ハンター回るっていうね。さあ。まあ、ザップ打たれた。あ、俺の負け筋は、この、インドラくんですね。インドラが、マジで焼いてくるぐらいしか負けないので、インドラだけね、なんか警戒してあげて。さあ、もうこれバルーンのバッカーとディガーと雪玉で、さすがに勝てそうですね。よいしょー。オッケー。さあ、というわけで、高回転バルーンですね。いや、なんか、バルーン飛ばして、ディガー飛ばして、雪玉ポーン打っとけば、マジでなんとかなります。あとは、ほんと防衛でタル雪しっかり使うことですね。ロイフグ防衛とかでもですし。さあ、そんなわけで。ナイス。トリティーニャン。はい。というわけで今日はね、高回転バルーンやったんですけど。まあなんかほんと、最近のカードとかが入ってない、結構昔な感じのデッキなんですけど、普通に今の環境に刺さってるね、はい、強いデッキだと思いますので、皆さんもぜひ使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。またね。